行ってきます。いや、なんでもねえ。なあ、飛行機の時間って何すればいいんだ？到着後のスケジュールも頭に入ってるし、仕事の確認はもう十分やってきたし、なんつうか私だけで地方の仕事とか一人で飛行機とかもあんまないからさ。いや、プロデューサーもいるけど、あんたは仕事があるだろ？いやいや、別にいいって。だから一人で時間潰せる方法ないかなって。ああ、そういや、みんなから駄菓子もらったんだったな。あたしそんな食い意地張ってるように見えるか？まあいいけど。ん？あんたにもお裾分けだ。フルーツ味の餅嫌いじゃなかったらだけど。え？結構ゴーって鳴ってるけど大丈夫か？それ、なんつうか後から耳がキーンってなるんじゃ。さっきからゴーとかモワとか何なんだろうな。でもなんか私緊張しちまってるのかも。落ち着く曲聞いてみるよ。あんたも仕事ばっかじゃなくてちゃんと休憩するんだぞ。おお、そっか。それじゃあんたの言う通り今のうちに休ませてもらおうかな。けどその言葉そっくりそのまま返すよ。移動中もパソコン開いて仕事する気満々のあんたにな。ん？おやすみ。お、オッケー。ああ、わかってる。段取りも紹介するお店やスイーツのこともしっかり頭に入ってるし。けどいつもだとこういうのはチョコ担当っつうか。ああ。でも今日はホークラ代表で来てるんだ。そうも言ってられねえよな。爪痕残してくる。はあ、ああ、プロデューサー、私の食レポどうだった？うわ、そっか。うわ、いっぱいいっぱいだったからなんか実感がなくて。え、そうか。なんか恥ずかしいなそれ。まあそうだよな。つうか
あんたはあのスイーツ食べてないんだよな。よし、じゃあ買って帰って一緒に食べようぜ。絶対美味しいからさ。それ食レポに関係あるか？そりゃそうだけどさ。伝わってたか？そっか。じゃあ、あんたの言葉を信じるよ。今回はいい結果だったってことで。あ、もちろん今日の映像は後でちゃんと見返して反省するからな。自然に出ただけっつうか、結果お店の人に笑われちゃったし。そっか、私うまくやらなきゃとしか考えてなかったけど、自然なコメントだっていいのか。え、気づかなかった。悪い。おお、なら今回は成功かな。は5人ユニットで活動していて、今日は私が代表として出演させてもらいます。いえ、はい、そうなんです。小学生から20歳まで幅広い感じでやらせてもらってます。ですね、まず小宮加穂リーダーなんだけど、可愛い妹みたいでもあるし、でも元気いっぱいにユニットを引っ張ってくれる頼れるやつなんです。で、私と同じ高校2年生でザ・女の子って感じの園田千代子。いろいろ器用にこなせて面倒見も良くて、ユニットに欠かせない存在だと思います。それから年下とは思えないくらい落ち着いた雰囲気の森野凛勢。頭が良くて物知りの大和なでしこだけど、おとなしいだけじゃなく実は結構面白いやつで、最後にストイックな最年長有栖川夏葉って言っても結構子供っぽいとこもあってだから一緒にいて楽なのかもしれないですね。こんな感じで結構個性的なメンバーが集まったユニットです。私は、なんだろう、常識人？いや、私以外のメンバーみんなもちゃんと常識はあるんですよ。え、それあんまり言われたことないです。ラジオ番組ってこんなに勝手が違うものなんだな。なあ、私変なこと言ってなかったか？緊張で何も覚えてない。おお、パーソナリティの人にリードしてもらいながらなんとかだけどな。やめろ、ここだけの秘密にしといてくれ。
いや、もう電波には乗っちまってるんだけど。それは、そうかも、だけど。けど、やっぱ、そういうのは、いつか直接伝えるよ。きっと、多分な。いや、あれは、ただ分かりやすく伝えようとした結果っつうか、くそ、何言ったかあんまり思い出せねえ。いや、それは、後で、一人で聞く。そうか?もしそうなら、私はちゃんと役目を果たせたと思う。この番組、サイトで聞き逃し配信があるんだったよな。よし、じゃあそれ聞いて勉強する。次が会った時にもっともっとホークラの良さを伝えられるようにな。撮影した。よし、これで上がったか。ああ、よかった。地方で個人の仕事なんてあんまりない機会だからさ、 SNS で発信とかもできるといいと思ってやり方覚えてきたんだ。まあ、投稿自体そんなしねえけど、どうしてもって時は、だいたい近くにいる誰かに聞いてたな。え?多分、つけてねえ。さっきの投稿消した方がいいか?おお。やつか。シャープな、シャープ。放課後。ああ、出てきた。これでいいのか。シャープなきゃダメか。おう、助かるよ。だいたいなんでこんな大自然の中で小さい画面に向き合わなくちゃなんねえんだ。プロデューサー、向こうまでススキ畑見てきてもいいか?あたしは子供か。じゃ、行ってくる。ただい。誰もいないのか。ああ、そろそろ来る頃だと思うんだけど。
あ、お土産だけこっちにまとめとくよ。ああ、何も考えずに買ったけど多かったかもな。じゃないと思うけど、でもなんつうか、早くただいまって言いたくてさ。私今回地方で一人で仕事してさ、普段メンバーが隣にいてくれるのってすげえ心強いことなんだなって気づいたんだ。でも、なんつうか、だからこそ、一人でも頑張らなきゃって思って。それで、私なりに自分一人でできることも、足りないことも、少しは見えたつもり。だからそういうの、ちゃんと磨いて、ユニットに還元していきたいと思った。だって、私たちは、5人で放課後クライマックスガールズなんだ。そうなんだ、ホークラが私の帰る場所だから。